娯楽映画研究家佐藤俊明です。今日は、ね、ピンクマティーニのことプレイヤーこと奏者で日本での、ね、ピンクマティーニプロジェクトの、チームのメンバーを一緒に、していただいている、ティムソン・マスミさんに、ね、来ていただいて、ピンクマティーニそしてリーダーのトーマス・ローダーデールさんの、ね、いろんなエピソードを伺っていこうと思いますのでよろしくお願いします。ティムソン・マスミと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、まあね、マスミさんといえば、まあ、2011年のビッグヒットとなってね、由紀さおりさんとのコラボレーション、まあ、僕も関わらせていただきましたけども、その1969の中の夕月というナンバーのイントロのことがすごく印象的なんですけども、まあね、マスミさんがそもそもピンクマティーニに参加されるきっかけっていつごろどのようなことだったでしょうか。はい、あの一番最初、あ、二番目のアルバムで、あの、Hang on Little Tomato っていう。Hang on Little Tomato。ありましたけども、その中に、あの、菊池と申しますという、日本の歌謡曲が入ってるんですよ。和田博と増田さん。はい、はい。その中で私がことを行かせていただいておりまして、ちょうどそれが、あの、発売されたのが2004年なんですけど、そうです。はい、で、その、あの、その、菊池と申しますを収録するにあたって、あのトーマスがことが入ってましたので、あのこと奏者を探していまして、そしてあのあとオレゴンにですね、あとジャパンアメリカンソサエティのオレゴンっていう日米協会っていうのがあるんですけど、松見さんはオレゴン在住、あ、そうですね、そうなんです、はい、拠点はオレゴンなんですね、はい、そしてそちらの方にトーマスが行きまして、あのディレクターの方にあのこと奏者を探してるんですけどもって相談したらしいですね。そうしましたらそのディレクターの方が、あの私の師匠である佐伯先生という先生がいらっしゃいまして、そちらの方に紹介していただいて、で佐伯先生はあの、いや私はそんなレコーディングなんかできないということで、それで私の方に、あの私の弟子のティムソン・マスミにということで、そこでマスミさんに白羽の矢が立ったそうなんですけど、マスミさんはもともとオレゴンで、はい、コトプレイヤー、コト奏者としても、はい、あのライブなどをされてたんですね。そうなんですよ、あの、いろんなこの総領事館、日本総領事館のあのイベントとかですね、そしてあの学校とかいろんな回ったりとか、いろんなイベントであの、はい、あの弾いてました。その、ね、菊池雄と申しますと、あの冒頭であのエブリデイミュージックね、あのジャパンの棚で見つけたトーマスですけども、彼が初めてじゃあマスミさんに、ね、あのコンタクトというか会った時って多分会いにいらっしゃった時ってどんな感じ。そうです、トーマスと最初の出会いですね、はい。それであの、まあ、あの佐伯先生から私の方に連絡がありまして、あのこういうことであのやりなさいっていうことだったんですけど、それで、まあ、その後すぐトーマスから電話が入ったんですね。で、はい、マスミとか言って、あの今からそっちに行くからみたいな感じだったんですね。そうなんです、あのトーマスって人はね、思い立ったらすぐなんですよ。すぐ連絡が来てすぐ動く。そうなんですよ、びっくりしました。それで電話来て、今から、今からって私そういう感じだったんです。たまたまうちにいたんですけれども、それでちょっと1時間、私が住んでるところはセーレムで大体50分ぐらい車でかかるんですね。それでもう1時間後にはドアのベルが鳴って、そこにトーマスが立ってました。ポートランドからセーレムまで、はい、そうです、はい、トーマスはマスミさん、車走って、そうです、車走って、早速来てくださって、もうそれが最初の出会いでびっくりしましたね。その時トーマスは、はい、こう菊池と申しますという曲があるから、はい、日本のその、曲をもう一回カバーしたいんだと、こんな曲だってすぐ音源を持ってきたりとか聴かせたりとか、そういうことはあったんですか。その時はなかったんです、まあ、なかったんです。ただコンピューターの、ね、発達の前にね、そういうのありましたっていうことで、それであとにそのいろいろ送っていただいて、あの5000円の曲とかですね、はい、それでそれを始め、私も正直初めて聴く曲だったので、あのそうですよ、日本でも、ね、CD 化されてなかったんです、昭和38年に、マヒナスターズの魅惑のコーラス第17集というアルバムと、その後のステレオ版のやつが2枚出たっきりで、あとソロシートとかしか入ってない曲です。あ、そうですよね。それで聴いたらすごくあの本当にとてもいい曲だと最初思ったんですね。で最初おことで始まるんですけども、それで私もとても気に入って、あのもちろんさせていただきますということで、それからあのそれを言葉に直して録音したという、はい、でもあの菊池と申しますが、すごいトーマスのね、またあの
マジックが入るんですけども、あの和田博さんご自身が参加されている、このいきさつも松井さんが大きく関わっているということでございます。そうなんですよ、トーマスがその中に和田さんのバンドの曲でしたので、和田さん そのスチールギターにとても魅せられて、ぜひもう本物の和田さんのスチールギターを入れたいということで、また私の方にトーマスがまさにちょっと和田博さんを探して連絡取ってくれって言われたんですね。たまたま私は日本に休みで帰ってましたので、それからインターネットとかオンラインとか、そしてあと電話帳とかを片っ端から調べて、それでやっと連絡が取れて、マネージャーの方とお話ししたんです。ということは何のつてもないまま和田博さんにコンタクトを取ってほしいっていうトーマスのいわゆるミッションがあって、それを電話帳から始めたという。そうですよ。そうなんですよ。で、この手で電話して本当に信じてくれるかなとか思いますよね。私が何も普通の一般の私が電話をして、こうしてポートランドのオレゴンから来たんですけれども、そのトーマスがどうしても菊池屋の中に和田さんの出演いただきたいと申してるんですけども、どうでしょうかっていう話をしたんです。それでじゃあお会いしましょうということになって、マネージャーの方と、はい、そして和田さんと近くのコンビショップで、そうです、それが2003年の、そうですね、まだ、春ぐらいですか。そうですね、そうです、そうですよ、はい、その頃ですね。そしてコンビショップに行きまして、そしてちょうどトーマスにも言ってましたので、何時頃に行きますからって待機しといてって言って、そして待機しててくれて、電話でそこで会議そうです、トーマスは電話参加、そうです、そこでミーティングが始まったんですね、電話を通じて。それが2003年ですから、ちょうど和田博さんのキャリアの本当に最終コーナーね。そうです、本当そうなんですよ、ね、そこにトーマスからのこう話が来てということ で具体的にそこでレコーディングの拾いというかを決めていくわけですね。そのマネージメントも増美さんがやったり、その場でトーマスが電話で、じゃあ今年の8月はどうだということで、そんなに早くみたいな感じだったんですけども、早い方がいいということですので、和田さんももちろん OK してくださって、それでも早速8月には東京に、じゃあその時には、レコーディング東京で行われたんですけど、メンバー何人ぐらい、その時はトーマスだけで、トーマスとマネージャーの方と2人だけいらっしゃいました。で、そして増美さんと、そうですね、はい、そしてその時にちょうど和田さんも新しい、そう、マヒナスターズがいろんな騒動で、新しい新生マヒナスターズにしようという頃ですよ、ちょうどね。そうなんですよ。そしてその時にその新しいメンバーの方とか、若い男の子がいっぱいいましたね、そうです、マヒナのメンバーにいた時期で、そう、もうそうですね、若い方がいらっしゃって、皆さん本当に座って一生懸命聞きました。そこにいた一人の青年が実は、そうなんです、田淵純さん、タブレット純さんで、ね、はい、実はそのトーマスが初めてね、和田さんと会ってレコーディングするときにマヒナのメンバーとしてその現場にいたと。で、僕は今タブレット純さんとユニットを組んでいろいろイベントとかやってるんですけど、彼と初めて会ったときに菊池夫と申しますって知ってるって話をしたら、しばし無言なのね。こういう感じでね、僕そこに現場にいました、ってすぐ松井さん連絡してね。そうでしたね、あの時とてもたくさん男の子いらっしゃったんですけど、田淵純さんとても印象に残ってて、もう本当に静かな方で、ね、一生懸命座って本当に一生懸命今のようなね、金髪ロン毛の王子様系じゃないという、普通の青年です。再会した時はびっくりしました。そこでレコーディングということで、和田さん そのスチールギターをそのトーマスが、ね、目の当たりして弾いている時のリアクションとか感激みたいなのはどんな感じですか。そうですね、トーマスさんもそのレコーディングの時は本当にトーマスとしてはもう和田さん そのスチールギターを実際にこう目の前で弾いていただいて、実際にこうライブで弾いているわけですから、本当にその感激、もう分かりました、もうトーマスがもう本当に感動しているという感じが、それでトーマスが和田さんの方にレコーディングしてる時にですね、いろいろまた注文つけるんですよ。
このところはもっともっとってちょっとかね、じゃあ流れ星がシュッと降りてくるような、で私はもう流れ星一瞬考えて、あ、流れ星分かりましたっていう感じで、もうその会話がとても面白い。すごいですね、トーマスさんね。やっぱり上はちょっと面白い話聞いて、面白い話聞いてびっくりしたのは、流れ星でしょ。和田さんのスチールギターにはそういう流れ星だとか普段しない僕らの生活で、要するにイメージの中だけのものを音にして聞かせてくれることがレコードなんかしばしばあって、実はそれまでのレコードでも流れ星を表現したものっていうのはあったんですよ。あ、そうです。和田さんが意識しなくても僕らはそう思う。トーマスは見抜いているというか感じ取ってるっていうんですよね。そうですよね。でことも、レコーディングの時もよくそう言ってくれるんですよ。ここその風がそろそろ流れているような感じで、私時々一瞬考えて、そういう風って考えて表現するようにしてますけど、サマーブリーズ、そうです。そこで日本で撮って、その時には、ね、確か夕刊夫人の僕は記事で見たんです。新聞にね、和田博さんとトーマスの通称とか言って、って思って、その後どうなったのかなっていうことがあって、ちょうど2004年1月あってて、レコーディングから半年後に和田さんが残念ながらお亡くなりになって、アルバムはその後だったんですよ。そうなんですよ、ね、とても、私も本当和田さんはとってもいい方で、とても優しかったんですね。それでトーマスもレコーディングもしたし、じゃあ今度はオレゴンに招待して一緒にCD リリースパーティーとかでも一緒に弾いていただこうって思ってたんですけども、本当それが叶わなくて、とても心残りに思ってます。でもそのハンゴーリトルトマトに菊池雄と申しますが入ったことで、世界ツアーでね、TOC 石本さんが歌う、マスミン・キムソンさんが琴を弾く、そのスタイルが世界中の人々に伝わってね、 YouTube でもそうですし、アルバムでもそうですし、コンサートでもそうです。そのことで誰も知らなかった、日本の人も忘れていた菊池雄と申しますという曲が世界のスタンダードになっている。これがね、もうピンクマーティーのね、最大の魅力だと思います。それ素晴らしいですよね。私YouTube でも時々こうメッセージとかありますよね、見てるんですけど、外国人の方がでもいろんな素敵なコメントを書いていただいて、わあ、なんかやっぱり音楽に国境はないっていうか、この日本のこういう誰も知らない、日本でも知らない曲がこうして世界にこう出ていって、それを皆さんがこうして評価してくださってるっていうのにちょっと感激しますよね。それをね、やっぱり世界に届けてくれてるのがトーマス・ローダーベルであり、ピンク・マーティンだと思います。そうですね、はい。それでは今日はありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。